休憩前に引き続き会議を開きます。まちづくり部長から先ほど保留していた答弁について発言したい旨の申し出がありますので、これを許します。まちづくり部長。はい、先ほど、第7事業年度一般財団法人日本現代詩歌文学運営協会の経営状況について、賞味財産増減計算書の中のですね、経常増減の部、経常収益、事業収益にある委託料につきましては、これは内容につきまして、指定管理料とのことでございます。ただし財団のですね、仕分けの表記でこのように表記になっていたというところでございますので、ご承知いただければと思います。以上であります。引き続き議事を進めます。お諮りいたします。日程第19議案第31号から日程第24議案第36号までの6件については会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程第19議案第31号から日程第24議案第36号までの6件については委員会付託を省略することに決定いたしました。日程第19議案第31号令和3年度北上市一般会計補正予算第7号日程第20議案第32号令和3年度北上市介護保険特別会計補正予算第1号日程第21議案第33号令和3年度北上市駐車場事業特別会計補正予算第1号日程第22議案第34号令和3年度北上市下水道事業会計補正予算第1号以上4件を一括して議題といたします。議案の朗読を省略し直ちに提案理由の説明を求めます。企画部長。ただいま上程になりました議案第31号令和3年度北上市一般会計補正予算第7号ほか3件について提案の理由を申し上げます。今回の補正は人件費の精査のほか8月臨時会議以後に生じた追加財政需要に対応するため所要の事務事業について補正しようとするものであります。最初に議案第31号令和3年度北上市一般会計補正予算第7号について申し上げます。補正の額は歳入歳出それぞれ7億34万4000円を追加し予算の総額を430億533万8000円にしようとするものであります。歳出の主な内容は2館総務費に固定資産税家屋分加護納付金還付等事務8409万3000円3館民生費に厚生医療給付事業1512万3000円
4巻衛生費に不妊治療助成事業555万円、6巻農林水産業費に農作物災害復旧対策事業費補助金520万円、7巻商工費に民族村民家屋根吹き替え事業872万円、8巻土木費に道路管理事業1988万8千円、10巻教育費に幼稚園保育業務735万8千円をそれぞれ追加しようとするものであります。これにかかる歳入は、市税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、財産収入、繰越金などをそれぞれ増額するほか、繰入れ金及び私債から減額しようとするものであります。繰越免許費の再補正は、笠松学童保育所施設整備事業について、令和4年度に予算を繰り越して使用するため、その繰越額を追加して定めようとするものであります。債務負担行為の補正は、ゲレンデ整備者、賃貸借を追加しようとするものであります。地方債の補正は、臨時財政対策債ほか8件の限度額を変更しようとするものであります。次に、議案第32号、令和3年度、北上市介護保険特別会計補正予算第1号について申し上げます。補正の額は、歳入歳出それぞれ2億3384万円を追加し、予算の総額を84億3734万円にしようとするものであります。主な内容は、歳入の発還、繰越金に2億2390万1000円を、歳出の4巻、基金積立金に1億103万9000円、5巻、諸支出金に1億3280万1000円を、それぞれ追加しようとするものであります。次に、議案第33号、令和3年度、北上市駐車場事業特別会計補正予算第1号について申し上げます。補正の額は、歳入歳出それぞれ571万6000円を追加し、予算の総額を9592万3000円にしようとするものであります。内容は、歳入の2巻、繰越金に571万6000円を追加し、歳出の1巻、事業費に1135万7000円を追加し、3巻、諸支出金から564万1000円を減額しようとするものであります。最後に、議案第34号、令和3年度、北上市、下水道事業会計補正予算第1号について申し上げます。今回の補正は、一般会計からの出資金を増額し、企業債を減額しようとするものであります。内容は、資本的収入では、第1巻公共下水道資本的収入第1項企業債から1億円を減額、同第2項出資金に1億円を追加、第3巻農業集落排水資本的収入第1項企業債から2億円を減額、同第2項出資金に2億円を追加しようとするものであります。以上4件についてよろしくご審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。本件4件に対する質疑は、後日の本会議において行います。日程第23、議案第35号、指導路線の廃止について、日程第24、議案第36号、
指導路線の認定について以上2件を一括して議題といたします。議案の朗読を省略し直ちに提案理由の説明を求めます。企画部長。ただいま上程になりました議案第35号指導路線の廃止について他1件について提案の理由を申し上げます。最初に議案第35号指導路線の廃止について申し上げます。図1の指導第4013003号線は国道107号の道路整備事業完了に伴い市道の道路形態を一部変更するため廃止しようとするものであります。次に議案第36号市道路線の認定について申し上げます。図1の市道第4013085号線は議案第35号において廃止しようとする路線の道路形態を一部変更し新たに認定しようとするものであります。以上2件についてよろしくご審議の上原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。本件2件に対する質疑は後日の本会議において行います。日程第25、請願陳情についてを議題といたします。本通常会議において、本日までに請願3件および陳情1件を受理しております。この請願については、会議規則第139条第1項の規定により、お手元に配布しております請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。お諮りいたします。議案施行のため、明3日から5日までの3日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、明3日から5日までの3日間、休会とすることに決定いたしました。6日以降は委員会を開催し、次の本会議は9月13日、午前10時に開きます。本日はこれをもって散会いたします。引き続き委員会条例第8条第1項の規定により、決算特別委員会を本日ただいまから本会議場に招集いたします。